エクストリームパッド、バッチャーとヌーのベッテンコートエクストリームは1985年に結成されたアメリカのロックバンド。1985年にドリームというバンドにいたゲイリー・シェローンとポール・ギアリーがヌーのベッテンコートを勧誘し加入させバンド名をエクストリームに改め活動を開始する。その後1986年と その翌年の1987年と2年連続でボストンミュージックアワードの最優秀ハードロックヘビメタルアクトを受賞し1989年5月アルバムエクストリームでデビューするエクストリームで一番の代表曲は2作目ポルノグラフィティ収録のモアザンワーズでバンドはこの曲によりビルボードホット100にて全米1位に輝いている 全世界でのトータルセールスは1000万枚を超えている。前日の通り、このアコースティックバラードソングである、モアザン・ワーズが特に有名だが、基本的にバンドのサウンドはハードロックを基調としながらも16ビートを刻むファンクの要素を取り入れた楽曲が主。ファンクメタルという新たなカテゴリーにくくられることも多くそれはレーベル名ともなった。 テクニカルなニューのベッテンコートのギターから繰り出される、リズミカルかつメロディアスなサウンドと、シェローンのパワフルなボーカルスタイルが特徴である。しかし3作目、スリーサイズとエブリストーリーは、あまりにも、楽曲の方向性が散漫としすぎ、ファンクメタルの範疇から外れる楽曲もあったためか、全2作ほどのヒットは記録できず、4作目、ウェーティングフォーザ、パンチラインは、 当時代流行していたグランジ、オルタナティブロックに大幅に迎合した作風になってしまい、売り上げは低迷した。1992年4月20日、イギリス、ロンドンのウェンブリースタジアムで行われたクイーンのボーカリストであるフレディ・マーキュリーの追悼のために行われた大規模なコンサートに2番目のグループとして出演。クイーンの代表曲、 のべ11曲からなるメドレーを高い再現度で披露し、観客を大いに沸かせた。登場時に、クイーンのブライアン名に、クイーンの最大の理解者と紹介されたほど、クイーンに存在が認知されている。ヌーのベッテンコートがバンドを脱退後、シェローンがバンヘーレンに加入することが決まり、バンドは自然消滅。ヌーのベッテンコートは、アルバムをヌーの名義で1枚、モーニング・ウィドーズ名義で2枚。 ポピュレーション1名義で2枚、ドラマゴッツ名義で1枚リリースしているほか、2007年には、元ジェーンズ・アディクションのペリー・ファレルの新プロジェクトである、サテライトパーティーにも参加した。シェローンとヌーの別天コートは2003年の赤坂でのギターウォーズを皮切り都市ボストンや東京でライブを行った。2005年1月に再結成ライブが日本限定で行われた。 しかしオリジナルメンバーのパッド・バッチャーは参加せず、ベースはサポートメンバーのローレント・デューバルが担当した。2007年暮れにパッドを含む編成で再結成がアナウンスされた後、2008年夏には新アルバムサウダージでロックを発表、このアルバムに伴うツアーで来日公演も行った。2012年アルバム ポルノグラフィティの完全再現ライブにて、2014年には25周年ツアーにて来日した。2016年バンドは9回目のジャパンツアーのため来日。そこでは、スリーサイズとエブリストーリーに収録された組曲、エブリシング・アンダー・ザ・サンがバンド史上初めて演奏された。ABCD ・エクストリーム・エクストリーム・キューブ・ミュージック2014年7月22日閲覧。 https://web.archive.org/web/20140314192654/http:/www.ticotones.com <ッ><ッ> news ケイリーシャーンエクストリームリフォームズ0110726567ありがとうございます